ブンブン。ハロウィチュー、どうもサルです。今回はグーシムセラーの方で7月31日までの期間限定でセールが開催されていますのでご紹介したいと思います。今回のセールはどっかの花火を打ち上げるグーシムセラーのスマホ祭というセールになっておりすでにこのセールは始まっており期間が先ほどご紹介した7月31日時間としましては11時までとなっています。 主なセール内容としましては、OCN モバイル1の音声シムとセット販売されているスマートフォンがセール価格で販売されるというセールになっています。一部スマホはこのセールを利用して購入することによって1円で買えるほか、そこそこのスペックを持ったスマートフォンでも数千円で購入できるなど、もし欲しいスマホがある方は、このセールを利用して購入するとお得に購入することができます。 今、画面に表示しているのが、そのセールページとなります。アンドロイドスマホだけではなく、iPhone も今回のセール対象となっています。まず、アンドロイドでどういった製品がセール価格になっているかと言いますと、Oppo の ReNo A。こちらはセール価格は8400円。Aros M05 は1円。Shark の Aquos e n s e も1円。Oppo A5 2020が1円。 モトローラの Moto G8 パワーが6800円で、こちらのモデルにつきましては、オプションサービスと同時契約することによって5800円とさらに安くなります。その他、TCL プレックスが5200円、Moto G7 プラスが1300円、Xperia S が24300円、Aquos 103プラスが23200円、Aquos 02が 58,300円。アコスセンス3が9,200円に、TCL TEMPRO が22,700円。Moto G7 Power が1円。Moto G8 Plus が1800円。Moto G8 が3,700円に、Zen Home Max M2 が6,400円となっています。以上が今回のセール対象となっている Android スマホになります。 一方、iPhone につきましては、iPhone 8 Plus、64GB モデルが38,700円に、256GB モデルが44,600円。iPhone XS、こちらはメーカー認定の整備済みの製品となっており、要は完全な新品ではありませんが、動作は保証されているモデルになります。こちらにつきましては、64GB モデルが74,600円。256GB モデルが75,800円。 iPhone XS Max につきましては、64GB モデルが92,400円、256GB モデルが105,800円、iPhone XR につきましては、64GB モデルが55,700円、128GB モデルが62,800円となっています。iPhone につきましては、最新の iPhone 11シリーズや iPhone SE の第二世代のモデルなどは、セール対象とはなっていないものの、 もともと iPhone はスペックの高い CPU を搭載していることもあり、今回のセールで十分ハイスペックなモデルを購入することができます。一方、Android 端末につきましては、ミドルレンジ以下のモデルが中心とはなっていますが、それでも a ク c o s z 2など、ハイエンドスマホも5万円台で購入できるなど、これはこれでお得に購入することができます。冒頭でもご紹介した1円で購入できるモデルとしましては、Arrows M05、 アコスセンス2、p ッポ A52020、元 G7 パワー。これらが1円で購入することができます。この中のいくつかはもうすでに実況を購入して使っていますが、全体的にスペックが低いモデルが1円で販売されていますので、とにかく重たいゲームをプレイするなど、あまりスペックが低くすぎる端末は使いにくいと思っている方は、この1円の端末は選択しない方がいいかと思います。 もちろん、ラインナップの中には、シャープのスマホが中心ではありますが、防水に対応したモデルもいくつかありますので、どうしても防水機能が欲しいという方ならアコースセンス3やアコースセンス3プラス、アコースセンス2などのシャープのミドルレンジモデルであれば、数千円から2万円程度で購入できるようになっており、どうしても防水性能が欲しいという方は、こういった端末の中から選べばいいかと思います。 なお、今回のセール、利用するにあたり、いろいろ注意点もありますので、その辺についてもご紹介しておきたいと思います。今回のセールを利用するには、他社から乗り換える場合も利用することはできますが、電話番号を引き継ぐ場合、その場合は、事前に NNP 予約番号を発行しておく必要があります。基本的にこの n m p 予約番号というのは、今契約している通信会社の方で発行してもらう必要があります。 あと、この番号は発行してからしばらく時間が経つと無効になってしまいますので、購入する端末をあらかじめ決めた上で、この番号を発行してもらう必要があります。番号は発行から端末を選ぶまで時間がかかってしまう場合は、番号が無効になってしまいますので、注意が必要です。あと、契約する OCA のモバイルワンの回線につきましては、音声対応の SIM カードとなっています。ですので、一度契約してしまうと、すぐに契約解除とはいきませんので、ある程度の期間、 使うことを前提に契約する必要があります。もちろん、どうしても解約したいという場合は、すぐに解約することもできなくはありませんが、その場合は、違約金が発生してしまいます。違約金につきましては、1000円かかってしまいますので、例えば今回のセールで1円のスマホを購入したとしても、すぐに解約してしまうと、1000円余計に払わなければいけなくなりますので、わざわざセールを利用した意味がなくなります。 ただ、この違約金すべてのケースで当てはまるわけではなく、新コースというのができており、この新コースに加入する場合は、違約金は必要ないとなっています。ですので、特に1円のスマホなど、とてもお得な価格で購入できますので、今回の機会にこういったスマホを購入しておき、すぐにこの端末を売却して、売却したお金でまた他のものを購入しよう。 そう思思思っっっていいいいいいるる方方ももかかしれまませんががたたことととは基本的にできなす今回のセールはいろんな端末がセール価格になっていますがどの端末がおすすめかということですが実際に自分が購入して特に不具合なく使えていたモデルとしましては例えばシャープのアクオスセン3プラスこちらは自分は SIM フリーモデルを Amazon で購入して使っていましたが特に大きな不具合もなくまた防水にも対応していますので それなりに快適に使えていました。ただし、カメラ性能、それから CPU の処理速度につきましては、ハイエンドモデルと比べますと、物足りないところは多々ありますので、カメラや、あるいは重たいゲームをプレイするということが目的であれば、もっとスペックの高いモデルを選択した方がいいかと思います。あと、このモデルや他のシャープのアクオスセンシリーズもそうですが、指紋センサーが本体全面に搭載されていますので、ロックを解除する際、 解除しやすいというメリットもこの端末にあります。他の多くの端末の場合は指紋センサーは本体背面に搭載されていますので、個人的にはややロックが解除しにくいというところがあります。このセールはこの動画を作成している時点ですでにスタートしており、期間としましては7月31日の11時までとなっていますので、もし何か今回ご紹介した端末の中に欲しいモデルがあるようならば、 今回のセールを利用して購入しますとお得に購入することができるかと思います。なお、こちらのセールページにつきましては、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。実際にこのセールを利用しようと思っている方や、セールの詳細について知りたい方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。